どうもこんにちは、三浦です。さあ、マリオメーカー2ね、こう、ずーっと見てたらね、めちゃくちゃ面白そうなコースが発見しました。ちょっとチラッと見てみたんだけど、で、すぐバックしたんだけどね、ワンワン反射神経ゲームということで、反射神経を測定できるね、コースがあるんですよ。ちょっとやってみよう。ちょっと僕の反射神経がね、どれだけあんのかっていう。キノコ取って。オッケー、こういう感じね。一瞬で判断して、かわして。これは簡単だね。まだまだ簡単だぞ。あっと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 、きつ。三つ目で引っかかってしまったんだけど、俺。こうね、うまい実況者の人とかね、スピードランとかさ、めっちゃ反射神経あんじゃん。マリオメーカー2やるんだったらね、反射神経必要なんだよね。おお、どうすりゃいいの？どうすりゃいいの？あれ？あ、4つ目の方がさっきのやつより簡単だね、これね。3つ目のやつマジで鬼畜だろ、あれ。え？どうすりゃいいの？あ、これで中間地点。今のは一体何だったんだ？あれ、反射神経試されていたのかな？さあ、これかわして降りて、あ、なんだよ。三つ目以外は結構簡単じゃないか。さあ、こっち行って、で、かわしてこうだよな。オッケー。おっと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 。で、こっちか。おー、結構、ちょうどいい難易度になってきました。三つ目のやつがちょっとおかしいけどな。さあ、これかわして。よし、オッケー。お、いったか？いったか？まだ続いてんの？まだ続いてんの？これ。まだ続いてんの？これ。あ、いけるか。死にそうで死なないね、これね。さあ、次は、あー、これでクリアだ。いや、これ、一発で全クリはちょっと厳しいっすね。なるほど。ちょっと注文をつけるんだったら、やっぱ3番目のやつが、あれだけがなんか異常に難しいから、あれちょっと難易度を調整してほしいよね。さあ、お次はこれやってみようかな。レース to クリスマスデイということで、今1月で、もう最もクリスマスから遠い月なんだけど、やってみよう。クリア率 5%。レース to クリスマスデイってどういう意味？始まったね。まあ、基本的にはコインを見ながらやっていけばいいかな。結構怖いな、これ。ほいほいー。で、これゲットして、おいー。で、あー、ちょっとわかんない。うわー、ちょっとつまずいてしまった。あれ、なんかこれちょっと見たことあるな、もしかして。ちょっと見たことあるんだけど。もうクリア。さあ、なんとなく一発でクリアしたけど、なんか一度やったことがあるような気がしたけど、そんなことないか。まあ、初めてやったということにしておいてください。さあ、反射神経の、さっき動画やりましたよね。これもいいんじゃない？素早い行動判断が大切です。どうぞお楽しみください。ということで、やっぱこれ反射神経をね、測定するやつですよ。クリア率 10% なんだけど、一発勝負だとしたらかなり難しいぞ、これ。え？まず鍵でしょ？これは簡単だよね。で、鍵をゲットして、あ、多分これタイム制限がある。うん、そういうことになるんだよね。なるほど。OK。さあ、ルールを理解したぞ。さあ、ここで鍵を取ってバネをあるのも気がついてないといけないんだな、これね。さあ、3番目。これわかんねえ、マジで。どうすりゃいいの？どうすりゃいいんだよ、これ。で、こう言って、
これあれだもんね、パックン、あ、こいつがいるからいけないでしょ。あー、ここだ、ここ叩けばよかったんだ。なるほど。さあ、まず右行って、あ、ちょっともたついてしまった。鍵取って、よいしょ、オッケー。さあ、お次はで、あ、鍵を取って、オッケー。危なかった、今よく一発でいけたな。さあ、セーブできたよ。で、え、こっちか。オッケーオッケーオッケー。で、上上上、よし。次は、次はどうすればいいんだ、こっちか。で、ブロック叩いて、オッケー。急げー。いやー、欲しい。叩いて、オッケー。で、このパワーブロック、叩けなきゃいけないっていうのね、気づくの遅れちゃったから。さあ、次。オッケー。中間地点。中間地点があるってことは、あ、今、ボスって書いてあった？あ、ボスって書いてあったね。さあ、ちょっときついなー、ちょっときついな、それ。やっぱボスって書いてあるね。ボス戦もあるんだ。ボス戦あるっていうのはいいな、これね。さあ、叩いて、オッケー。テレサがボスなんだね。はい、クリアー。いやー、僕もスピードランとかやってるから反射神経は、まあそこそこ自信があったんですけどね。全然ダメだったな、これ。さあ、そしたら、僕の反射神経が実際は結構あるよっていうところをね、ちょっと証明していきたいなと思います。これ、面白そうなコース見つけたんでやっているんですけど、これどうなってんだ、これ。ジグザグのコースなんだから結構偉いことなってんね、これ。で、うわ、すげえな、これ。もうわけわかんなくなってくんだけど。で、あ、いいのか、いいのか、下か。下行って、基本的には矢印に沿っていけばいいんだけど、ブロックもあるからね、ブロックも、ちゃんとここきつ！おい、中間地点！さあ、お次は？次は、ここ難しい！こういうの難しい、マジで。難しい！結構いい感じなんじゃないですか、これ。さあ、よくここまでノーミスで来れてるな。はいはい。しかし、ちょっと指痛くなってきたぞ。あー、きつ、ここ、指痛え。コースが長すぎです、ちょっと。クリアかな、中間地点。まだ続くのかい。あ、でもそうそう、おしまいか。あー、クリアした。ちょっと難しいっすね。はい、クリア。さっきの反射神経のコースをアップしていた方の、今ちょっとコースを見ていたんですけども、ちょっと面白そうなやつがあった。つららで全自動。つららで全自動ってどういうこと？スタープラスつらら、イコール爽快。そういうことなの。スターとつららを足したら爽快になるんだ。じゃあ、スターを取って、あ、でも全自動だから動かないんだもんね。どういうこと？お！はい、スター取った。おぉ！なるほど！スター取るとつららぶっ壊せるんだ。いや、これスターで壊してんのか、メットで壊してんのか、ちょっとよくわかんないな、これ。どっちなんだろう。おー、すげえ。確かに、これはすごい爽快だね。つららの全自動初めて見た。すごい。ちょっと待てよ。あれ？なんか俺よりもタイムが早い人がいるんだけど、
全自動なのにこんなタイムの差出てくんだね。 100% びっくりするコース2、心臓の弱い方は注意とかあるね。これはちょっと次回やっていこうか。これちょっと面白そう。でもそんなに遊ばれてないけど、心臓の弱い方注意、なんかちょっとお化け屋敷みたいな、ちょっとびっくりさせてくるんでしょうかね。はい、そしたら明日はですね、これやっていきます。これ一発目にやって、あ、でもクリア率 94% だよクリア率94% ってめっちゃ高いな。まあいいや、ちょっと気になるので明日これやっていきたいなと思います。それプラスなんか面白そうなやつがねあったら、他のコースもねやっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。